いよいよプロ野球ペナントレースパシフィックリーグの開幕です。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ、1回戦の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右のニール、対するファイターズの先発は右の大谷、この両投手の投げ合いです。熱き戦いが幕を開けます。右のニールマウンドに上がりました。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、インハイ、空振り三振、たった1球。これはいい当たりだ、いった、一直線、入った入った、ホームラン、今シーズン第1号先制ホームラン。卓球は無情にもレフトスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。次は6球目、投げました、三振、投げました、打ったに当たりだ、取ってこれで3アウトチェンジ。1回の表が終わって1対0ライオンズ先制点を奪われています。右の大谷マウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。次が4球目、投げました、打った、ファウルグラウンド、初球を打ちました、ショート右、ショートから一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。第1球、投げました、初球打った、入れば同点だ、ダイレクトフェンスに当たった、ライトからセカンドへ、森ツーベース、ライオンズ同点のチャンス。第4球を投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば逆転だ、伸びた、伸びていった、ボールは中継、ライオンズ同点、1対1、山川タイムリーツーベース、投げた、打ちました、キャッチャー落下点に入りました、取りました、これで3アウト。投げた、打った、外崎下がっていった、取りました、打ちました、飛びついた、あっと抜けた、渡辺追い込んでいます。追い込んでから第4球を流し打ち、掴みました、投球はこれから6球目、打ちました、1、2塁間のゴロ、山川そのままベースを踏んで3アウト、1塁ランナー渡